い、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今ちょうどねオープニングを見ていただきましたけども、今回からはご覧の信長の野望乱世記、こちらの方をプレイしていきたいと思っています。でここまでですね、信長の野望、過去作品全部やっていこうということで全国版に始まりレプーデまで進めてきたわけなんですけども、この後はですね今プレイしていく乱世記、さらには蒼天録ということで続けていきたいなというふうに思ってますんで、今回の乱世記もぜひぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。で早速プレイの方を始めていきたいなと思うんですけども、実はこの乱世記ですね、信長の野望をほとんどやってきたつもりだったんですが、少しだけプレイをしてみてこれはやったことがないぞというのがよく分かりました。なのでプレイを進めていく中で至らない点とか行き届かない点、いろいろ出てきてしまうかなと思うんですが、お気づきの点があればぜひぜひチャンネルもしくはツイッターの方にご意見コメントお寄せいただければなというふうに思っています。で今回のクリア条件というかチャレンジの達成条件なんですが、一応ですね3つ考えていまして、1つが1582年7月を迎えるということで、これは本能寺の変だったら翌月までプレイをするというのが1つと、あとは本能寺の変のイベントを見ちゃうというのが1つ、でもう1つが本能寺の変の時の信長の最大勢力、最大領地、最大版図を獲得するまで、これは同盟国とか従属国も含めてというところで考えています。なので北陸は越中、関東は上野で、中国地方は備中あたりまでというのを考えています。では早速プレイの方を始めていきましょう。で今回プレイしていくシナリオはですね、パワーアップキットで新しく追加されている桶狭間合戦を選んでいこうかなと思っています。実は他にもですね、関ヶ原前夜とかいろいろあるんですが、桶狭間合戦で進めていくのがね一番いいかなと思いますので、今回は桶狭間合戦でプレイの方はしていきたいと思っています。で桶狭間合戦のシナリオ自体はですね、ご覧のように1560年5月というところから始まるんですが、実際に信長の方ですね、この後プレイをしていくと、いきなり本能寺の変のイベントが始まるというのは確認しましたので、早速じゃあ桶狭間合戦のシナリオ、こちらを選んでプレイの方していきましょう。でシナリオの内容なんですが、信長が織田家の家督を継いでから数年、信長は抵抗を続けていた実弟信行や岩倉城主織田信方かな、うち尾張一国の統一を果たした。しかしそれもつかの間、駿河遠江三河を領する義元が1560年、将軍援護を名目として上陸の途に就いた。義元の軍勢4万に対し信長の手勢わずか4000、もはや織田家の命運は尽きたと誰もが考えたというところですね。実際はねその義元も上洛、要は京都に行くというところまでは考えてなかったんじゃないかと最近では言われているようなんですが、いずれにしても信長と義元が桶狭間、田楽狭間でぶつかったというのは間違いないですからね。ではこちらでプレイの方を始めていきましょう。でプレイする大名はもちろん信長、こちらですね。でパラメーターとしては今ご覧いただけるものでは名声、国高、あとは軍団にお城に武将数というところが数字で表れています。でその他気になるところで言うとですね、例えば信玄、ここは名声国高、あとお城の数が5個と信長に比べて多いですね。武将数も22です。あとは関東の雄北条、ここも城が5、武将数が20で国高が7000ということで信長の倍近くありますね。あとは義元ですね、ここは武将数が30と多い。あとは三好、ここはどうでしょう、名声武将数は信長と変わらないですが城の数が倍、国高もさすがに多いですね。あと毛利は国高が8000超え、城の数は7というところになってますか。じゃあ今回は早速信長を選んでいきます。で環境設定のところなんですが、基本的にはデフォルトの設定でいきます。
登録武将とかもね特に入れていませんので登場せずにしておきましょう。で、地獄の合戦だけは後半だれてくると思うので選択制にさせていただきます。で、環境設定の2つ目、ここもデフォルトの設定でいきます。じゃあこれで進めていきましょう。ここからは桶狭間のイベントなので皆さんと一緒に見ていきます。
はい。というわけで、桶狭間イベントを見ていただきました。ここからは実際のね、プレイの方に入っていきたいというふうに思います。で、画面の見方ですね、これまで信長の野望をプレイされてきた、あるいは見てきた方は特に違和感はないかなと思うんですが、画面の左上の方に、1560年ということで、現在の月日と、あとは信長なので織田家で、名声が172、知行が1700というところになっています。で、あとはですね、第一軍団軍団長信長というふうに書かれていると思うんですが、どうやらこの乱世紀は軍団単位で管理していくのが基本になっているようです。なので今は軍団は1つしかないんですが、で将来的に領土が広がってきた時には、北陸方面には勝家を、関東には滝川一益、さらに畿内近畿方面は光秀、中国方面に秀吉みたいな形で、各方面に軍団を割り当てる ちょっとなまっちゃいましたね。各方面に軍団を割り当てるのが基本的なプレイスタイル、セオリーになるのかなというふうに思っています。で、その他のパラメーターのところで言うと、石高、商業、武将、この辺りは特に違和感はないかなと思います。さらに軍馬、鉄砲、大砲、ここもそのままになるかなというふうに思います。で、商人とか公家が来訪している場合には、今不在と出ているところが来訪中に変わるというふうに思っていただければと思います。あとは城と国の数ですね。今だと尾張一国支配していて、総兵数は4400で、清須、名古屋、犬山という3つの城を領有しているというところになります。で、変わって画面の右側の方にいくつかメニューが出てきていると思うんですが、上からちょっと見ていきましょう。で、まず奉行なんですが、国単位で設定していく項目になっていて、その名前の通り奉行を任命して内政を行わせる、そういうメニューになっています。で、乱世紀に関して言うと、基本的にはもう奉行を任命することイコール内政になっていて、それぞれの適性に合わせた奉行を任命すると、その奉行があとは自動で内政を行ってくれるというものになっています。で、大項目としては3つ、開発、軍事、計略と出ていて、開発今見ていますが、その中に開墾、商業、あとは改修という3つの項目があります。で、じゃあ例えば開墾ですね。早速誰かをアサイというか、任命していきたいんですが、じゃあ定勝を任命しましょう。開墾に、尾張の開墾の奉行は定勝と。じゃあ続いて商業を誰かに任せていきましょうとなった時は、じゃあ増田長盛、商業丸がついていて政治力もなかなか高い増田長盛に任せましょう。で、回収なんですが、回収がうまいのは勝家、義成、利家、この辺りですかね。じゃあここは利家に任せます。で、続いて軍事の項目に行きましょう。で、軍事は訓練、警戒の2つの項目がありますね。じゃあ訓練からいきましょうか。訓練は誰がうまいかというと、訓練が上手なやつはいないとなれば、せめて統率の高い、じゃあ利家に訓練を任せます。じゃあ続いて警戒ですね。警戒は剣豪系がいいかなと思うんですが、誰もいないか。そしたら成政に任せましょう。続いて計略です。で、計略は登用と引き抜き1騎とあるんですが、引き抜きと1騎はさすがに武将に誰々を引き抜いてこいみたいな形で命令を下す形になります。登用は自動になるので、登用はね、やっていきましょうか。で、登用は、今だと信長か信純かしかいないんだったら、信長自らにしようかな。武将の数はね、ポケット戦国とかだと多いと給料の支払いで四苦八苦してしまうんですが、その様子はね、散々皆さんに、お見苦しい点として見ていただいたかなと思うんですが、乱世紀でおそらくそういうことはないと思うので、登用の上手なかつ知略も高い信長にバリバリ登用してもらいましょう。じゃあ続いて引き抜きですね。じゃあ引き抜きは、まずは手始めに秀吉に、稲葉山城斎藤家に入ってもらいましょう。で、やっぱりね、
美の攻略となれば反米ですよね。反米、反米に対して実行。まあ、実際にこれね、反米がこちらになびくかどうかというのはよくわからない部分もあるんですが、とにかく斎藤家の国力を削いでいきましょうか。美の三人衆も引き抜いていきましょう。美の三人衆はじゃあ森綱から順に調略をかけていきます。まあ引き抜きにね、全部の武将を割くわけにいかないので、一旦ここで終わりにして次の項目見ていきます。で、合戦は出陣と編成があるんですが、出陣をすると、どこの国にどこの城から兵を出すかという設定ができます。ちょっと今まだその段階ではないので、ここは見るだけで、続いて編成です。編成は、まあ、例えば今信長だったら信長の兵を今の鉄砲から槍に変えるとか、そういうことができます。で、武将の数はこの後お見せしますが、人事のここで武将に知行を与えると、その知行に応じた兵力を武将側が用意してくれます。なので戦闘力の高い武将を中心に知行を加増してあげるというのがいいかなと思います。じゃあ知行を加増していきましょう。まあ、さすが秀吉だね。100じゃ満足いかずに200よこせと言ってきましたけど、まあ、ここは順にね、優秀な武将たちには忠誠を高めてもらう意味でも惜しみなく与えていきましょう。ただあまり与えすぎるとね、その分直轄量が減ってしまうので、そこはバランスを見ながらというところになると思います。じゃあ続いて外交を見ていきましょうか。で、貢ぎ物はその名前の通りですね。で、婚姻もその名前の通りです。で、脅迫、これは従属させるというコマンドです。で、従属は自分から従属させてくださいと言いに行くものです。で、ちょっと面白いのがこの交渉なんですよね。で、交渉を見ていくと、画面の右下の方に国人、水軍、都市、寺社、忍者とあるんですが、各勢力は5つに分けられています。で、各勢力ごとに交渉をしていくということで、まずはそうだな、美濃にいる黒人衆に知略の高い数正あたり、いや数正はこの後使いたいんで丹羽長秀を送っておきましょう。さて、どうしようかな。兵糧がそれなりにあるので、兵糧をまず送ってみますか。で、国内を警戒してもらいましょう。まあ、これ、受け入れてもらえるかどうかはまた別の話ですね。で、水軍もいるんですが、水軍はとりあえず今すぐ同行するところはないかなと思うので、飛ばして都市にしましょう。で、都市もですね、まあ、今日大阪、まあ、この辺り中心に活動していくことになると思います。ここもおいおいやっていきましょう。で、寺社ですね、聖徳寺、ここは信長と縁も深いところなんで、早速使者を送っておきましょう。で、聖徳寺に兵糧200、いや金400送っておく。寄贈ですね、いわゆる寄贈。聖徳寺といえばね、あれですよね、道さんと会見したのが聖徳寺でしたっけ、確か。ちょっと間違ってたらね、ごめんなさい、教えてください。で、続いて忍者です。忍者。忍者はどうしようかな、近江、甲賀流、ここにじゃあ派遣しましょう。まず金100を送って何も求めないと。で、忍者はね、結構やれることが多いんで、伊賀にも送っておきましょう。
で、じゃあ何ができるのっていうところなんですが、まあ、例えばですね、味方に完全になってもらう、あとは他家への暗躍、あとは当家の宣伝、他勢力に謀略、まあ、ここは何も求めない状態でとりあえず仲良くなりましょう。で、売買は商人が来ていたらできます。忍者もね、忍者と仲良くなればというところですね。で、軍団はさっき冒頭お話したように増えてきた時に各方面を任せられる単位が一つの軍団というところになりますね。では進行していきます。これで一通りの1ターンの流れになります。で、この順番は勢力の大きい順、名声順だったかな、名声順で回ってくるはずです。で、ここで家康の独立イベントだと思います。ちょっと見ていきましょう。さて、自分の番ですね。自分の番が回ってきました。じゃあ早速、奉行はね、すでに任命済みなので、確認だけしておきましょうか。各々きちんと任命されているねっていうのを確認しました。じゃあ続いて、奉行の中でも、ちょっとね、戻っちゃいましたが。それぞれ1回ずつ、仕掛けていかなきゃいけない引き抜き系のところをやっていきましょう。で、森綱に対しては送ったので、今度は稲葉、あとは長秀も引き抜きの特性持ってるのはもういないからしょうがないね。ここも美濃三人衆の最後の一人、防具勢、ここに協力を仕掛けましょう。んで、交渉検知はまあとりあえず確認しておきますか。尾張の黒人衆に対して何かいいことが起きるかどうかだな。いや、やめとこう。蜂須賀正勝とはいい関係を築いておいて、後々取り込むというのがいいかなと思うので、ここは堀尾義治を送って黒人に兵糧100を送って、さらに親密度を高めておきましょう。で、あとは忍者なんですよ。やっぱり忍者に対してはまだまだ先が長そうなので、地道に
仲良くなりましょう。ではこれでターンを終了していきます。しばらくはね、その国力をつけて確実に敵の戦力を削いでいくというところからやっていかないと、烈風伝とかね、結構無謀な力攻めをして結果的に長引く結末になっちゃいましたからね。よし、浪人一人見つけましたね。政治47、51、45、50か。豊臣の家臣、静ヶ岳の合戦などに従軍。あれ、北の庄20万石も持ってたんだ、青木。ちょっとあんまり恥ずかしながら詳しくはない武将だな。森綱は調略失敗か。まあそうだよな、美濃三人衆は結構手こずったはずですもんね、秀吉自身も。じゃあ人事でさらに石高を増やしていきましょう。数増す。で特にですね、最初に攻め込む美濃ですね、ここをしっかり攻略していかなきゃいけないので、そのための準備は余念なくやっておきましょう。この風神雷神みたいのがバー走ってきて、ちょうど尾張の上を通過していったな。さあ、ここは浅井家のイベントですね。これも見ていきます。
さあ、これで浅井家が三政から長政に代替わりしましたね。この後はできれば史実に近い形で長政とは織田浅井同盟を結んでいきたいなというところですね。甲賀も伊賀もちょっと我々の信長の目論見と違う動きをし始めてるな。ここは誤算といえば誤算だけど、まずは美濃を平らげるところから始めなきゃいけないので、美濃に対して兵を送っていきたいところですよね。さあ、浪人です。これも能力値的には微妙かな。柴家の三男。ここはとりあえず来るもの拒まずというところでいきましょう。じゃあ半兵衛に調略を仕掛けていきます。いやー、厳しいね。秀吉をもってしてもやはりなかなか引き抜きはうまくいかないな。ちなみに引き抜きが今失敗に終わった状態だと思うんですが、この状態だとどうなってるのかっていうのは、引き抜きは継続はしているんだな。じゃあこのまま継続してもらいましょう。引き抜きの特性持ってるのは秀吉と林しかいないので、この2人中心にね、しっかりやってもらいましょう。黒人衆には引き続き堀尾吉晴を送っておこう。小六とは仲良くしたいからな。とはいえあまりやっていてもしょうがないしね。なかなか甲賀とも仲良くなれないでいるけど、ここは一旦信長を送って一気に吉見を通じれるなら通じたいな。兵糧は何と言ってもそれなりにお金が入ってきてるからな。いやー、でもここ他家の暗躍長政とかにやってもしょうがないからな。普通に仲良くなるだけにする。できればね、美濃に対して調略を仕掛けているんで、なんとか美濃にね、項目として出てきてくれるといいんだけど、ないからな、何も求めずにただただ仲良くなりましょう。美濃方面に何かつてはないのかな。黒人衆は、いるっちゃいるね。都市はないし、寺社は、少林寺。少林寺送っとく？じゃあここは森吉成を送ろう。金はあんまりないんだけどな。金はないけど、金はないけど、常ちゃんに美濃の黒人衆の調略をお願いしておきましょう。ちなみに黒人衆は、有効にしておくと合戦の時に味方になってくれるんで、とても有効だと思います。じゃあこれでまた進行させていきます。
できればね、半兵衛か美濃三人衆の誰か一人ぐらいはこちらに寝返ってくれる状態を作ってから合戦に挑みたいですよね。少蓮寺が義達に敵対するよう諸国に働きかけてくれましたね。さあ牧前に対してじゃあ調略仕掛けましょう。長秀頼むぞ。お、牧前が最初に落ちそうだな。これはもうちょっと続けていけば調略が成功しそうですね。じゃあ秀鷹に稼働します。でまた勢力ですね、交渉を入れておきましょう。まずは黒人衆でいうと、そうだな、56にツネちゃんを送って取り込みができるぐらいまでにしとく。兵糧600で、あとは忍者だよね。忍者オウミ、ここに今回はジャイアン堀尾義治を忍者の方に差し向けましょう。金か、金が必要か。当家の宣伝を頼もう。ポケット戦国ね、見ていただいた方はどれくらいいらっしゃるかわからないんですけど、ポケット戦国はもう完全に金ゲーになりましたからね。後半金で全てを動かすっていうね、金で兵も強くできましたしね。この乱世紀はどういう攻略がセオリーになっていくのか。半兵衛に対して再び調略を仕掛けていこう。いやーダメだね、半兵衛は硬いね。で一徹ですね。今度はお一徹も疑心暗鬼に持ち込んだな。で盛綱に出奔か。いやー徐々に引き抜き調略の方も入ってきたけど、森綱はまだまだ斎藤家に残るようですね。そしたらさらに引き抜きの工作を仕掛けていく。引き抜き工作ができそうな武将がいるかどうかというところなんですけど、ちょっとこの後すぐ見ていただきますが、引き抜きを例えば、堀尾義治に誰かを引き抜かせようとして美濃に忍び込ませた時にですね、年齢とか名前ぐらいは出てくるんですが、能力値とか忠誠度っていうのは見えないんですね。でこれは忍者を雇って忍者を派遣しないとわからないという状態になっているようです。なのでこの中でね、誰が一番その寝返りそうかとかっていうのが分かってくれば、その武将に集中的に仕掛けていくっていうのがいいのかなとは思うんですけどね。残念ながらそこまでまだ忍者と仲良くなれていないんで、まずはそういう意味で言うと忍者ですね。忍者とひたすらに仲良くなりたい。お金はあんまりないんでね、どちらかというと兵糧ちょうだいって言われる方がいいんだよな。ここもまだ出てこないんだよな。ここにね、斎藤家出てきてくれるといいんだけど。
今調略を仕掛けている、じゃあ誰か一人二人出本ないし引き抜きに成功したら美濃攻略戦を始めていきましょうか。お、合戦が始まりましたね。結城家と千葉家の合戦だ。まあ他家の合戦は見ないにしているので、こんな感じでサラサラと流れていきます。誰だよ、清洲城に忍び込んで金500も奪ってったやつ。ただでさえ金ないのに500も持っていきやがった。この500は痛いな。って言っても絶対斎藤家だと思うんだけどな。お、今度は柴家の次男ですね、毛利秀頼。さあ半兵衛に再び調略を仕掛けていこう。ダメだね、強いね半兵衛の意志は。そしたら合戦で、合戦じゃないね、処罰で稚魚を勝家に与えておいて、これで合戦に挑みますか。なんとかね、ちょっとでも合戦に勝利できる条件を整えておきたいんですが、疑心暗鬼になってる一徹とかね、僕前この辺りもうちょっと時間がかければ省略できるんじゃないかなと思うんですよね。半兵衛と盛綱は硬いですからね、石が。雨ごけも当主代替わりになります。これは九条直道でいいのかな、読み方。公家が来ている感じがしますけど、さあ秀吉が内容を半兵衛に仕掛けていますが、おお、なんでいきなりこうなるの。いや、よくわからないな、どういうこと。さっきまで完全に切れてたのに。一徹は今度は何、内容は嫌なの。疑心暗鬼にはなるけど内容は嫌だっていう、そういうこと？で、ここで表情が開かれていて、治水工事の話だな。必要な金1700もかかるのか、もうしょうがないな、これはやろう。定勝に任せておけば、うまくやってくれるだろう。定勝は何と言ってもね。内政値高いですからね。いや、半兵衛の秀吉殿は切れとかって言ってたのに、いきなり内容に応じてきてくれたっていうのは人たらしたる秀吉ならではなんでしょうか。
お、蜂須賀正勝、コロクが撃退してくれたんだ。いや、さすがだね。さて、今度青山、これは何だろう、総括で読み方合ってるかな。庭家家臣、さすが信長だね。バリバリ武将を引っ張ってきてくれるのはありがたいな。いやー、美濃三人衆の調略は少し時間がかかってますね。ただ美濃三人衆はどうしてもね、攻略したいので、なんとかもうちょっと時を稼ぎましょう。じゃあ勢力ですね、交渉、今度は水軍に交渉を送っていきましょうか。疎遠になっているけどね、茎をしたか。ここに堀尾義晴を派遣して、まずは兵糧500を送って仲良くなりましょう。まずはそこからですね。お金はないんでね。あと秀吉が空いてるので、秀吉に引き抜きをやらせよう。秀吉はもう一回成功させた実績あるからね。なんといっても半兵衛を引き抜いた実績は内容か大きいからな。じゃあ続いて誰にしようかな。斎藤利光とか硬そうだからな。どうする。ちょっと顔的に好きな武将を選んでいく。そうすると、いや、どいつもこいつも微妙だな。強いて言うならこの西尾、かなりニヒルな顔してるけど、西尾にじゃあ秀吉を送り込む。ミスの三人衆の誰か一人でもいいんでね、こちらになびいてほしいよな。信長のところに金利より直使か、なんかの用かな。え、いきなり金くれるの、これ超ありがたいんだけど。今は特に全然お金なかったんで。ここはお金もらいましょう。ただ何かあるんでしょうね。特に何もないか。ただただ朝廷から金をもらった。何もしてないのに。目前に謀反が、これもきっと失敗するんだろうな。さあ、そしたらちょっと今気になるところとして、三河が
黒人衆がこちらに対して敵対するような働きかけをしている様子があったので、ここは堀尾吉春を使って三河の黒人衆を抱き込みましょう。そしたらもう一ターンぐらい粘りますか。もう一ターン粘ってダメだったら半兵衛を頼みの綱として合戦を仕掛けていくか。何、斎藤家が姉小路を攻略したか。でこれは上杉の話になるのでここも見ていきましょう。お、正勝がこちらに協力してくれるのか。やっぱ仲良くしとくとこういうちょこちょこいいことがありそうですね。上略は着々と成功しているのでもう少しだけ様子見しますか。今ここでせっかくいい状態になっているのでアダコーダするのもいかがなものかなと思うので、ここは今しばらく様子を見ましょう。本当だったら今すぐにでも合戦を仕掛けに行きたいところなんですが、ただ軍備は着々と整っていってるはずですからね。まあ、なんといっても人事でしっかり稚魚を明け渡えて戦力のアップもしてるし、秀吉はもうだいぶ大きくなるね。こうなると
お、兵の訓練が完了したって言ってるね。これでいよいよ合戦の準備が整いましたね。なんかちょっと今秀吉が調略に忍び込んでいたところに半兵衛が癖者だって言ってきたのが少し気になるんですが、出陣していきましょう。その前に一応編成を見ておきますか。今回出陣させる予定の武将たちですね。まずは信長、武将は統率は79で兵士が1000、訓練度は全員100になってますね。さらには秀吉、勝家、数正、利家、この辺り中心に出兵かな。数正に兵をさらに追加しとこう。人事で賞罰、これで数正に兵をさらに、おお、数を断るとは律儀者だな数正。この軍勢で勝てるのかな。ちょっと一回出陣してみますか。とはいえね、まずはじゃあ岩村城に出陣していきましょう。出陣元はどうする。犬山城にする。でもちろん兵の多い順に出陣させていきたいので、信長、勝家、秀吉、数正、利家、長秀で、あとは統率の高い武将を入れていこう。成政、秀高は100か。兵士数は大いに越したことはないので、次兵士数の多い武将の順でいくと、もう残りはみんな同じとなれば、吉成、常置、ここまでかな。いや、似た隊いるよな。信盛連れていこう。じゃあこれでいきましょう。秀吉じゃないや、家康に共同軍要請できるんだ。よし、家康軍も加わってくれるとなれば、これは勝ちは確実だな。じゃあ進めていって合戦に入っていきましょうか。問題は半兵衛が本当に寝返ってくれるのかっていうか、ちょっとね不安しかないんだけど。敵の方は半兵衛は出てこないんだな。半兵衛さえ出てきてくれれば、あるいはというところだったと思うんですが、いや半兵衛もいるよね。稲葉山城にいないというだけで、岩村城には美の三人衆、そのうちの二人、森綱と牧前がいてますね。でここに半兵衛がいるんだな。よし、黒人衆もこちらにつくということだな。まあ今回の合戦は自分で指揮を取りましょう。初めてなのでね。さあこれね、結構ねスピードが速く進んでいくんで、割とのんびりめに進めていきたい場合はポーズを細かく入れていかなきゃいけないかなというところですね。で一応ここに家康軍が来てくれています。で城は3つあるはず。今見えている城はこの稲葉山だけかな。まあじゃあ早速稲葉山城攻略していきましょうか。
まずは味方に連れてきているので陣を張らせましょう。じゃあ時間を進めていきます。お、早速敵が出てくるな。となるとジンを組んじゃいましょう。その上で敵を迎え撃つ。まあ結構ねこのリアルタイムに進んでいく感じにはなってるんですよね、合戦自体は。よし、ハンデを200で寝返らせましょう。ハンデも合流だ。こっちに援軍が来てるな。半兵衛も今こっちに向かってきている。なるほど。二打隊はねなんとか守ってあげなきゃいけないんで、ここは家康軍が戦闘中だね、岩村城に対して。じゃあこちらは今の予定通り稲葉山城を攻めましょう。二打隊が全滅すると痛いな。よし、こちらの士気を回復させよう。あと4回士気回復できるかな。戦いがちょっとあれだな、逃がしてあげないと。佐久間隊がピンチだな。まずは稲葉山城を攻略しましょう。敵の武将はほとんどいないんですが、ここは気合を入れて一気に士気を高めて稲葉山城を落としましょう。よし、稲葉山城を落としたね。稲葉山城を落としました。じゃあ稲葉山城を落としたら一旦ですね武将の士気を回復させたいので、引きの回復ができたので出陣させていきましょう。全員出陣です。で目指すはもちろん稲葉山だな。稲葉山、ああ違う、稲葉山を落としたので、続いて落としてくれたね、いろんな城。いやでもなんかちょっと腑に落ちないというか、なんかなって感じもするけど、
城があと1個どっか残ってるよね。どこに残ってるんだ。斎藤家の岩村城が残ってるな。ここだね、やっぱ。ここに向けて兵を出しましょう。信長の本体がダダダダダとなだれ込んできたので、お、大筒持ってきてるね。家康軍は茂津軍200が大筒をぶっ飛ばしてる。休息を与えている場合ではない。一気に決めよう。よし、秀吉が落としたか。まず一徹ですね。稚魚300か、まあいいだろう。何？ひねど。みんな結構かたくなだね。斎藤家は滅亡したけど、ここが家康の領地になってんのがちょっと気持ち悪いな。これは稲葉山城から岐阜城への改名イベントですね。いや、今の戦力だったらあれだったな。家康の援軍必要なかったな。まあもうしょうがないね。あそこ家康に城を取られちゃった以上は。あそこはじゃあ家康にあげましょう。
はい、というわけで桶狭間合戦から美濃攻めまでお届けしました。いかがでしたでしょうか。まあちょっと誤算だったのが一つ、美濃の一つの城を家康に取られてしまったと。まあ援軍要請しといたんだから城の一つぐらいどうなんだという話にはなると思うんですが、では今回はここまでにさせていただいて、次回以降ね、この乱世紀プレイしていきたいと思いますので、皆さんの応援よろしくお願いいたします。ちなみにこの辺り、例えばなんかこの女性とかポン押すと話しかけられるんですね。信長自らこの町娘に対して話しかけることができるっていうのもなかなか斬新だと思うんですが、はい、というわけで、また次回も引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。